ドロッとまめちゃんです。今年もハロウィンの時期がやってきます。で、まあ、一通りユニバのハロウィン情報が全部発表されたんで、今日はハロウィン情報のまとめ動画を出そうかなと思ってます。だからぜひこれからハロウィンユニバに行く方はこの動画を予習として見てください。あとちなみにですね、このまま TV や今後もハロウィンイベントが始まったらどんどん動画を出すんで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。そして今年のユニバのハロウィンイベントの開催期間なんですけども、9月の8日から11月の6日なんですよ。ですけどゾンビとかが出てくるホラーナイトは9月の9日から11月の6日の開催期間です。で、ワンピースのイベントに関したら10月の2日まで開催してるんですよ。だからハロウィン期間中の途中で終わっちゃいます。あと呪術廻戦のコラボイベントは9月の16日から始まるので、運が良かったらハロウィンと呪術とワンピースを楽しむことができます。いやー、この3つのイベント重ねるってすげーな。ドローン。そしてまずはホラーナイトのアトラクションについて解説します。で、今年のユニバのホラーナイトのアトラクションは5つあるんですけども、この中で整理券を取らないと体験できないアトラクションもあるんですよ。それも解説します。そしてまず1個目はエントランスに入ってすぐ左側に曲がったとこにあるステージ18でやっているカルド・オブ・チャッキー、チャッキーの狂気病棟です。で、これなんですけども、パークオープンの10時からやってるんですけども、一応年齢制限があるんですよ。で、その年齢制限が12歳以下のお子様かつ小学生以下のお子様は体験できないんで、そこは注意してください。で、このアトラクションは、まあ、簡単に言ったら歩いてる最中にチャッキーがブラーって脅かしに来るオークスルー型のお化け屋敷なんですよ。で、このアトラクションは一応整理券がなくても体験できるので、誰でも行ったら体験できます。で、僕今回ユニバに問い合わせたんですけども、2019年のチャッキーのアトラクションと同じらしいです。だから2019年にホラーナイト行った方でしたら体験したことあるってなるかもしれないです。そして同じ建物でやっているモンスターハンター XR オークに関したら、もともと8月28日に終わる予定だったんですけども、人気すぎて延期になったんですよ。だからモンハン XR オークもハロウィンイベントの最中に体験できるんですけども、9月の12日から10月の9日まではメンテナンス期間に入るんですよ。だからその間だけ体験できないんで、まあ、これから行く方はそこら辺注意してください。そして次のアトラクションはエントランスに入ってまっすぐ進んで左側に見えてくるこちらのステージ22の建物でやるユニバーサルモンスターズレジェンドオブフィアです。で、こちらのアトラクションも10時からやってるんですけども、チャッキーと同じく年齢制限があるんですよ。だからこれから行く方はとりあえずホラーナイトに関したら年齢制限に気をつけてください。そしてこちらのアトラクションはユニバーサルを代表するモンスターたち、だから狼男とかドラキュアとかフレンケンシュタインたちがブワーって脅かしに来る、これもオークスルー型のアトラクションなんですよ。で、このアトラクションはチャッキーと違って今年から始まった新アトラクションなんですよ。だからどんな感じかまたレポ出そうかなと思ってます。ですけど、このアトラクションを体験するためには、アトラクション整理券を取得しないといけないんですよ。で、その整理券が発見されている場所が、ユニバのエントランスに入って、ずっとまっすぐ進んだ場所にある、ターミネーター2の会場で発見されてるんですよ。そして次のアトラクションは、スパイダーマンのアトラクションの横にある、パレスシアターで行われる、バイオハザード・ザ・エクストリームです。そしてこのアトラクションも10時からやるんですけども、まあ、チャッキーとかと同じで年齢制限があるんですよ。だから基本的には12歳以下のお子様とかは体験できないアトラクションが多いです。そしてこのバイオハザードの舞台がラクーンシティ警察署なんですよ。で、そこに入ったらもう実際にバイオハザードに出てくるようなゾンビとか
クリーチャーとかが出てくるんですよ。だから、もうタイランドとか、もうバイオハザードのゲームした人なら、うわ、マジもんやんって思う、やばい奴らが出てくるんですよ。で、このアトラクションは、クリアルートかレオンルートを選んで進む、まあ、オークスルー型のアトラクションなんですけども、バイオハザードのリアルなやばい奴らが出てくるだけじゃなくて、実際に銃を持って戦うシーンとかもあるんですよ。で、それらによってランク付けされる、ちょっとゲーム性も含んだアトラクションなんですよ。そして、このアトラクションも体験するためには、一応整理券が必要なんですよ。で、その整理券の発見場所も、こちらのターミネーター2の会場で発見されています。だからここでは2つのホラーナイトのアトラクションの整理券が発見されてるんですよ。そしてまあ今年のバイオハザードの人気がどのくらいかまた混雑状況を出すんですけども、まあ、例年でしたらこのバイオハザードがもう一番人気あったんですよ。だから整理券取るのも難しくなる可能性があると思うので、これから行く方はぜひ注意してください。このアトラクションめっちゃ人気です。そして次のアトラクションは、ユニバーサルモンスターズロックンロールショーの場所で行われる、シャーロック・ホームズ、呪われたバラの剣です。で、これもまあ10時から開催なんですけども、まあ、同じく年齢制限があります。そしてこのアトラクションは、実際に目の前で殺人事件が起きて、それをシャーロック・ホームズたちのリアルキャストたちが謎を解くっていう、ホラーショー型アトラクションなんですよ。で、これもまあ去年と同じものらしくて、まあ去年行った人たちからしたら、あ、見たことあるやつやーってなるかもしれないです。そしてこのアトラクションを体験するためには、一応整理券が必要なんですよ。で、その整理券の発見場所が、ミニオンパーク側からジュラシックパークエリアに行く入り口の前で、シャーロック・ホームズの整理券が発見されてます。だからシャーロックだけここで発見なんで、これから行く方は注意してください。そして次はハリウッド・ドリームザ・ライドとラタタのコラボです。で、これはまあ純粋にハリドリにラタタが搭載されるんですけども、今年ってラタタが最後なんですよ。だからラタタ・ハリドリもこれでラストです。そして一応今年のユニバのホラーナイトのアトラクションを紹介していきました。で、今年のホラーナイトのアトラクションは、シャーロック・ホームズとバイオハザードとユニバーサル・モンスターズ・レジェンド・オブ・フィアのこの3つのアトラクションが整理券が必要なんですけども、まあ現在ユニバの整理券って発見所に行かなくてもゲットできるんですよ。というのも、ユニバの公式アプリを取ったら、事前に入場券を登録するだけでアトラクション整理券をゲットできるんですよ。で、この場合、パークに入った瞬間から整理券を取ることができるので、僕的には発見所にわざわざ行くより、アプリで取った方が圧倒的に楽でおすすめです。で、前にその事前準備の動画で開けたんですけども、これからユニバに行く方は、事前にチケットの裏にある QR コードをアプリに登録してください。で、ハロウィンでは特にこれが必要になると思います。そして次は、ストリートゾンビを解説します。で、このストリートゾンビは、18時以降から登場して、一応これも年齢制限があって、未就学児は参加することはできないんですけども、小学生の人は、大人同伴でしたら参加することができます。だから、ホラーナイトアトラクションとはちょっと違うんですよ。そして、今年のストリートゾンビは、ハミクマっていう、去年初登場した、もう中身が出てる、熊のぬいぐるみみたいなキャラクターがいるでしょ。で、そのハミクマ率いる過去最大のゾンビ軍団が出てくるんですよ。で、今年のゾンビは全部で7種類いるので、これをちょっと紹介していきます。そしてまず1体目は、シネマ 4D からターミネーター2の会場までの道に現れるマーダラスモンスターズです。で、こちらのモンスターは、ネオンの世界に潜む残忍なモンスターたちなんですよ。だからモンスターゾンビです。そして次は、バイオハザードのアトラクションの前にある道に現れるサーカスフリークスです。で、ここでは、ゾンビか獣かどっちかわからないおぞましい物体が出てくるんですよ。そして次のゾンビが、シングルツアーの会場の隣の
ラグーン沿いの道に現れる地下の拷問部屋から逃げ出した末、生き絶えたゾンビの軍団らしいです。そして次のゾンビは、ハリドリの前に現れるチェーンソー、チェーンギャングです。で、このゾンビは過去に凶悪犯罪で投獄された過去を持つサイコパスなゾンビで、チェーンソーを振り回してるんですよ。だからもうチェーンソーを振り回してるやばい奴らです。そして次のゾンビはミニオンパークからジュラシックパークエリアまでの道に現れるゴシックキラーキューティーです。で、まあアイドルゾンビです。簡単に言ったら。で、このアイドルゾンビは毎年超可愛くて超人気なんで、これから行く方はちょっと注意してください。ここが一番大変です。そして次のゾンビはジュラシックパークエリア全体に現れる部族ゾンビです。うわぁ、ジャングルに出てくる部族ゾンビめっちゃ気味悪いよ。でもおすすめです。そしてラストはエントランス入ってまっすぐ進んだ芝生のグラマシーパークで現れるハミクマサイコサーカスです。そしてここでは今回のホラーナイトの主役のハミクマ率いる狂ったサーカス団が出てくるらしいんですよ。絶対怖いやん。以上が今年登場するゾンビの種類です。で、まあ、今年も毎年恒例のゾンビでダンスっていう、まあ、ゾンビたちがもう踊り出すっていうイベントがあるんですよ。で、今年もラタタのダンスがあるんですけども、今年でラタタダンスラストなんですよ。うわぁ、悲しいなぁ。結構振り付けとかも簡単で踊りやすかったダンスだったんですよ、ラタタって。だから終わっちゃうのやっぱ寂しいですね。そして次はハロウィンの特別なグリーティングを紹介します。そして今年のユニバのハロウィンのグリーティングは大きく分けて3つあるんですよ。で、1個目がマイメロとクルミちゃんのグリーティングです。で、それなんですけども、こちらのエントランスで行われます。で、グリーティングの時間帯なんですけども、日によって異なるんですよ。だからこれから行く方は事前にショースケジュールからグリーティングの時間をチェックして行ってください。いやー、マイメロとクロミちゃんのグリーティングは熱すぎるやろ。そして次のグリーティングはミニオンのハロウィングリーティングです。で、これも同じエントランスで行われます。で、このグリーティングも日によって異なるんで、これから行く方は同じくスケジュールを見て行ってください。そして次がユニバーサルワンダーランドで行われるユニバーサルワンダーランドハロウィンダンスはロングっていう、まあ、ピーナッツとハローキティとセサミストリートのハロウィンバージョンのグリーティング&ダンスです。だからこれも可愛らしい3人のハロウィン装飾が見れるんで、まあ、ちっちゃいお子様はおすすめです。そしてこのグリーティングに関したら、アトラクションとかと違って、まあ、整理券とかも必要ないですし、年齢制限とか身長制限もないので誰でも参加することができます。だからほんまにお子様必見の、まあ、イベントです。あとプラスハロウィン期間になったら、このパークにいるクルーさんにトリックアトリートって言ったらお菓子がもらえるイベントがあるんですよ。で、それもまあちっちゃいお子様にはすごい人気のイベントなんで、ぜひこれから行く方はたくさんもらってください。あ、大人は無理です、これ。そして次はハロウィングッズを紹介します。で、まあ、ユニバのハロウィングッズは大きく分けて3種類の店舗で発売されることが判明してます。そしてまずはエントランスに入ってすぐ右側にあるロデオドライブスーベニアなんですけども、ここではミニオンとかキティちゃんとかスヌーピーとかのハロウィングッズとか、あとは今年新登場のハミクマのハロウィングッズが登場します。そしてグラマシーパークのとこにあるユニバーサルスタジオスーベニアではバイオハザードのグッズが登場するんですよ。いや、バイオグッズは人気が出そうやな。こちらのユニバーサルスタジオセレクトではユニバーサルモンスターズのグッズが登場します。いやー、ユニバーサルモンスターズのグッズなんか何年ぶりよ。うわ、めっちゃ楽しみ。あとチャッキーもここで発売されます。以上が現時点で分かってるユニバのハロウィングッズです。で、今年は特にユニバーサルモンスターズとバイオハザードとハミクマのグッズが熱いわ。いやー、どんだけ人気出んのかな。
そして次はハロウィンフードを紹介します。で、このハロウィンフードも今回新しくバイオハザードとユニバーサルモンスターズのフードが登場しました。そしてまずラグーン沿いにあるノーリミットマーケットっていう、まあ、フードカートがいっぱい集まってるときにはユニバーサルモンスターズのフードが登場するんですよ。うわぁ、これユニボンファンも必見よ、本当に。そしてワンダーランド内にあるスヌーピーのバックロット会ではスヌーピーのハロウィンフードが発売されます。めっちゃ可愛らしい。ミニオンのハッピーキッチンではハロウィンのミニオンのキャラバンが登場します。あとルイーズニューヨークピザパーラーではミニオンのハロウィンのシュークリームが登場しますし、そして今回なんとバイオハザードのアトラクションの前にあるレストランのフィニガースバー&グリルではバイオハザードのフードが登場するんですよ。バイオフードって珍しい。以上が現在発表されてるハロウィンのグッズフードの情報なんですけども、まあユニバって基本的には、まあどんどん新しいフードとかグッズも登場するんですよ。だからこれ以上もっと増える可能性があるので、まあまた増えたらこのおまみ TV で紹介します。そして一応まあユニバのハロウィン情報はまとめたんですけども、おそらくこれから秋にユニバに行く方はエクスプレスパスっていう、まあ、アトラクションの待ち時間を短縮することができるパスを買う方もいると思うんですよ。で、まあ、エクスプレスパスの書類に関しては以前動画を出したんで、まあ、そっから書類は見てほしいんですけども、今の時点でのチケットの販売状況なんですけども、例えば人気のホラーナイトエクスプレスパス4の販売状況がこんな感じです。もう今の時点で三角が多いんですよ。で、さらにエクスプレスパス4リミテッドの販売状況がこんな感じです。で、基本的には春休みとかってだいたい2、3週間ぐらい前でしたらエクスプレスパスを全然書いてあるんですけども、おそらく秋シーズンになったらエクスプレスパスも販売終了になることがあるんですよ。だからこれから秋のシーズンにエクスプレスパスを買う方はもう1ヶ月前ぐらいに買った方がいいと思います。それぐらいやっぱり人気がすごくなります。はい、じゃあ今日はハロウィン情報総まとめしました。ぜひこれからハロウィンに行く方はまた予習としてこの動画見てください。以上、ゾンビの豆ちゃんでした。もうゾンビになっちゃった。はい、じゃあこれからもいろんな動画上げると思うんでね、ちょっとグッドボタン、通知ボタンも忘れてくれ。バーッ。